クロバー糸巻きボビン。編み込み模様を編むとき、こんな手作り糸巻き台紙を作ったことはありませんか？紙製の糸巻き台紙だと巻いていた糸に跡がついたりして困ってしまいますね。そんな時はこれ、クロバー糸巻きボビン。巻いた糸の色が確認できて、糸の出し戻しがしやすい糸巻きボビンです。使い方、糸巻きボビンの蓋を開きます。必要な量の糸を巻きます。そこには巻き量目安ラインがついており、このラインの内側までが糸の適量です。たくさん巻きすぎると蓋が閉まりきらず、糸がホールドされにくくなります。蓋を閉じます。開閉が簡単で、糸を程よくホールドするので勝手にほどけることなくスムーズに編み込みができます。糸のホールドが程よいので閉じたまま引き出せます。必要に応じて糸の出し戻しがしやすく、スムーズに編み込みができます。上下にスタッキングできるので保管や持ち運びに便利です。編み地を休める時も糸同士が絡み合うのを防ぎます。ビーズ手芸や組紐、糸や素材の収納に便利です。巻いた糸の色が確認できて、糸の出し戻しがしやすい糸巻きボビンで縦糸渡しの編み込みなどを快適にお楽しみください。